はい、今日は寝川郡に来てます。いや、ここね、2020年の12月でもう閉鎖ということでね、もう見納めですよね。ちょっといろいろ見てみようかな。これはランクルじゃありませんか。で、こっち、あ、これカローラクロスね。カローラクロス、ちょっと先こっち見てみるか。これ突然出ましたよね、カローラクロスね。これカローラクロスハイブリッド Z E4 アバンギャルドブロンズメタリック319万9000円ね。 1.8 リッターか。まあ値段がね、そんな高くねって感じの車になります。いや、やっぱ SUV ね、だいぶ増えましたよね。うん、あ、後ろも悪くないっていうかね、すごいオーソドックスな感じですね。老若男女受け入れられるデザイン、さすがカローラみたいな。これちょっと売れそうな予感します。ちょっと内装見させてもらおう。お邪魔しますと。おお、あ、シートね、こんな感じ。ヤリスクロス的な感じで、ここが布と革シートですね。うん、座り心地は良い。乗った感じこんな感じ。おお、上がすごい、こんな感じになってんの。ガラスが、はあ、すごいね。これシェードを閉めれるのかな。あ、なんかレールがあるから閉めれる感じ。すごい、こんなんやと思わんかった。いや、いいね、いいね、すごない？これね、電源とかつかないんですかね。電源つかないやつなんですね。いや、でも質感は、一応こういうなんかエンボスというかね、革っぽい感じの。これ柔らかい、若干柔らかいね。あ、この辺もそんなに安っぽさはないな。これハンドルも結構いいよ。あ、これはなんかベーシックで売れそうな予感がする。 EV モードもありますね。なるほどね。あ、これでかいよね。最近のね、このナビって画面がでかくていいなと思います。質感よしよ。っていうかこれびっくりやな。ちょっともうちょっと見てみよう。すごいベーシックね。夜行部分析今乗り込みました。広いよ後ろ。やっぱね、この開放感、これがすごいなと思いました。これ1枚ガラス、これ畳の半畳ちょっとありますね。畳1枚はないけど、一応ね、アームレスト出てきます。うん、やっぱこのちょっとこの布が気になるけど、ちょっとジジムササがあるけど、まあそれでもやっぱこの天井がね、全部全てをこれがセンスよくさせてます。後ろこんな感じ。どうですか、ゆとり結構あるよ。足元もね、これドライビングポジションだったんですけど、結構拳1個分ぐらい十分あります。私ね、身長183センチあるんですが、ゆったり乗れます。いい感じの広さ。まあ地味にこの辺はそんなに質感、ちょっとプラスチック感あるけど、それでもドリンクホルダーとかねあるので、あ、こういう手に触るところはソフトな触り心地です。タイヤね、ミシュラン履いてますね。プレマシー225の 50R18 18インチですね。だいたいこの辺ね、樹脂なんですけど、あえてね塗装してもいいかなと思いますけどね、私ね。あ、このカローラクロス、ここなんかツヤっとして綺麗、高級感ある。そっか、フロントの A ピラーから、このほら A ピラーからずっとね、リアの方まで C ピラーまでスーッと流れてる。うん、なかなかこの線効いてる。ちょっとリアも開けて、あ、そうか、開きませんいうやつやな。そうですか、すいません。これカローラクロスね、ハイブリッド。下回りは、まあこんな感じですよね。ちなみにね、燃費は WLTC モードで 24.2 キロパーリッター走ります。
全長が4490ミリ、全幅が1825、ちょうどいいね。全高は1620か、立体駐車場入りませんね。車両重量は1530ということで、まあハイブリッドクラスにしてはそんなに重たくないっていう感じはしますね。まあ、キントで買うなら月々21,780円と、まあ、320万だったらこのクラスで、ね、1.8リッター、ね、一番安いので言うと199万9000円からあるんですね。あ、これ一番上のグレードだったんだな。なんやかんや、パノラマルーフが11万するんですね。さっきのこれオプションですね。この展示車で352万2950円ね。いや、これ安いと思う。これ売れるんちゃう？これ売れるんちゃう？ちなみにこちらがヤリスクロスです。やっぱりカローラクロスに比べると一回り二回りぐらい小さい感じがしますね。いや、走りそうなスタイリングだなとは思います。値段の方も一回り、この車でオプションつけて264万ですね。やっぱりね、これよく走るんですけど、やっぱどうしてもね、後部座席とかその辺が若干、やっぱね、この布の感じとか天井もないよね。なので、やっぱ一つグレード上かなという感じはしました。これもよく売れてるよな、ヤリスクロス。ヤリスクロスに比べて、なんて言うんでしょう、もう一回りやっぱサイズ感大きいの欲しいなと思う方はこれぜひおすすめですね。やっぱリアが広かったです。あれぐらい広いとかなりゆったりしたドライビングが楽しめるんじゃないでしょうか。で、このトヨタのね、このハイブリッドシステムということで、もう抜け目なしですよね。まあ、ただちょっとね、私としてはもう少しこう若い子向けにしてもいいのかなと。ちょっと若干ね、これ年齢層高め設定でもあるのかなという感じはしますね。はい、というわけでカローラクロスでした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあね。意外といいよな。